タイラー・レイ・オルソンは、アメリカ合衆国ワシントン州、スポケーン軍スポケーン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボストン・レトソックス参加所属。相性はオリー。ゴンザが大学在学時の2012年、MLB ドラフト17巡目で、オークランドアスレチックスから指名されたが、この時は契約しなかった。2013年の MLB ドラフト7巡目で、 シアトルマリナーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、エバレット・アクアソックスで、プロデビュー。18試合に登板して2勝4敗1セーブ、防御率4.33、48奪三振を記録した。2014年は、A 級ハイデザート・マーベリックスと AA 級、ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、 2球団合計で27試合に先発登板して12勝8敗、防御率3.84、127奪三振を記録した。2015年4月4日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。メジャーデビューとなった4月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦ではいきなり初級で二アウトを取ったが、これは記録が残るものの中では史上初だった。 この年メジャーでは11試合に登板して1勝1敗、防御率5.40、8奪三振を記録した。オフの12月16日にディフェとなった。2015年12月18日に後日、発表選手とのトレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍したが、2016年1月6日にディフェとなった。その後、一月十二日にロブセゲディン、後日発表選手。 または、金銭とのトレードで、ロナルド・トレーズと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。開幕後、マイナーでは、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、11試合に、登板して1勝2敗、防御率5.27、21奪三振を記録した。メジャーでは1試合の登板にとどまり、6月7日に、ディエフェとなった。 2016年6月14日に、ウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。3カのトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ、配属され、5試合に登板して、防御率2 8 4に脱三振を記録した。7月5日に、DF となった。2016年7月9日に、ウェーバー工事を経て、クリーブランドインディアンスへ移籍し、3カのトリプル A 級。 コロンバスクリッパーズへ配属された。8月4日にディフェとなり、14日にマイナー契約となった。トリプル A 級コロンバスでは9試合に登板して1勝0敗、防御率5.91、10奪三振を記録した。また、この年在籍したマイナー3球団合計では25試合に登板して2勝2敗、防御率5.08、33奪三振を記録した。 2017年は開幕からトリプル A 級コロンバスでプレーし7月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年メジャーでは30試合に登板して1勝0敗1セーブ防御率0.0018奪三振を記録した2019年オフの11月4日にマイナー契約でトリプル A 級コロンバスへ配属され同日中に FA となった。2020年1月にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。だが、この年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の登板はなかった。オフの11月2日に FA となった。2021年4月6日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、 参加の AAQ ポートランドシードックスへ配属された。カーブとフォーシームのコンビネーションで組み立てる。他には、チェンジアップ、シンカーを投げる。ありがとうございます。